今回は秦氏経由の日誘導祖論について見ていきます。まずは古代の有力な機関氏族秦氏の正体から探っていきます。秦氏は秦の始皇帝の末裔ではないかと言われていますが、厳密に言えば秦の始皇帝の孫である宇津一族の末裔だと考えられます。宇津の父親は秦の始皇帝の長男である不祖です。朝廷から賜った吾妻佐之は宇津のことだと考えられます。太い旗と書いて吾妻佐と読むのは和訓読みです。中国の歴史書史記では秦の始皇帝の長男不祖は自害したことになっていますが、ある人物を頼って朝鮮半島へ亡命しています。朝鮮半島にいた旗の末裔については後ほど見ていきます。日本書紀には旗氏は応神天皇14年百済より120件の人を率いて帰化したとあります。この時に秦始皇帝の子孫だと伝承を持つ柚木の君が祖神だと主張しています。これは秦氏自らが権威を高めるために旗の名を借りたなどと言われていますが、そもそも秦氏と朝廷との間に秦の始皇帝イコール地位が高いという共通認識がなければ成立しません。卒飛行を派遣し日本への渡来を手引きしたのは朝廷が秦の始皇帝について全くの無知ではなかったと推測できます。このことから吾妻佐より前の時代にも秦国の民が日本列島へ入ってきている可能性があります。その中の一人が応神天皇だったのではないかとも言われています。応神天皇は渡来人を用いて国家を発展させたことで有名です。応神16年には儒教が日本に入ってきたとあります。秦王と応神天皇の関係について研究をしていたのが遠馬瀬板氏や鹿島昇氏です。両者は応神天皇は百済を置く秦と深い関係があったと研究されていますが、真相は分かりません。詳しい情報は両者の書籍を読んでみてください。では秦氏のご先祖とされる秦の始皇帝はユダヤとどのように結びつくのか、時代を遡って秦国から見ていきます。秦国という国は紀元前905年建国とされています。秦の始皇帝は秦国6代目の王です。中華統一を果たした初代の帝王ということで始皇帝とされています。では始皇帝時代の秦国とは一体どのような国家だったのでしょうか。三日光郷氏は紀元前3世紀後半の秦の始皇帝の支配方法がアケメネス朝ペルシャの支配方法と似ていることから、始皇帝のルーツはペルシャではないかと研究されています。この研究を引用して鹿島昇氏は、秦が中華統一の後地軍制度を敷いたことがペルシャのサトラップ制度と一致しており、史記の新本義には始皇帝が天下を分けて36郡とし郡ごとに主位官を置いたとあります。サトラップ制度とはアケメネス朝ペルシア帝国の最盛期ダレイオス1世が確立した行政官制度のことです。領土をいくつかの州に分け、その長官に軍事行政徴税監視官を置くことでそれぞれ独立した権限を持って中央に直属させました。この制度は属州の支配力分散の役割もありましたが、サトラップの権限は強大であり世襲化も進みました。この制度はアケメネス朝以降にも東洋で長く継承されることになります。秦国は中華統一後このサトラップ制度を採用したり、ダレイオス一世が狩猟のため設けた遠遊を模倣してアホー宮を建設したことも共通点として挙げています。旗に台をつけて大秦と呼ばれた国は五官所などの記述から東ローマのことだと言われていますが、仏祖陶器の注釈には端国は正解にあり、この二大秦というとあります。端国とはペルシア、イランの旧称なので、もともと大秦はペルシャ帝国を指していたことがわかります。仏典は歴史偽造の被害が少ない書物なので、東ローマよりペルシャ帝国の方が可能性が高いと思います。さらにペルシャ帝国の中でもそこからクーデターを起こし、紀元前256年に独立したグレコ・バクトリア王国のことを大秦と呼んでいます。大秦の建国者はバクトリア地域のサトラップの地位にいたギリシア人リオドトスという人物で、グレコ・バクトリアはギリシャ人のバクトリアという意味です。ナセンビク教という書物にも大秦国について書かれています。この書物は紀元前2世紀頃インドの西北を支配していたギリシャ人メナンドロス王と仏僧のナーガセーナが仏教教理に関する問答を重ねた時の書物です。今北方大秦国にアリ国を社決と名付く、王曰く我もと大秦国に埋まる、国をアラサンと名付く、大秦は前にあり発羅は後にあり安息は中央にありとあります。インド西北を支配していたギリシャ人メナンドロス王は大秦国グレコ・バクトリアで生まれたとあります。これは大秦を前として中央に安息、
つまりパルティア王国があり、後にハツラとしていることからも大秦国の位置はグレコバクトリア王国だと推測できます。大秦からインドに入ったのがメナンドロス王であり、中華に入ったのがディオドトス王であったことが分かりました。中国史ではしばしば本国と分国があるときには本国の方に大をつけていますが、この論法を当てはめると中国大陸の旗は大秦国の分国、植民地ということになります。年代で見るとグレコバクトリアの建国が紀元前256年、秦の始皇帝の即位が紀元前247年です。では大秦国とユダヤの関係について見ていきます。アケメネス朝ペルシャ帝国は紀元前539年、ペルシア王キュロス2世が新バビロニアを滅ぼし、民族解放令によって南ユダ王国の捕虜とされていたユダヤ民族を解放しました。イスラエルはペルシャ帝国の一部となり、ユダヤ民族は帰還を許され神殿を再建していますが、実際には半数以上がバビロニアに残留していたと言われています。イスラエルは紀元前332年アレクサンドロス3世が征服し、ギリシアによる支配が始まります。この時に多くのユダヤ人がギリシャに移住したことはヨハネ伝にも残されています。その後アレクサンドロス3世の統制によってバクトリアまで入り、セレウコス朝シリアの一部となっても従軍ギリシア人とユダヤ民族の一部はバクトリアに住み続けました。紀元前256年にサトラップの地位にいたギリシア人ディオドトスが反乱を起こし、グレコバクトリア王国を建国します。これが大秦国です。中華の秦国はこの分国のため、ユダヤ民族がいてもおかしくはありません。では別の視点からも秦とユダヤについて見ていきます。呂不韋という人物は秦の始皇帝の父と言われている僧正王を王位につけるように尽力した人物です。一方で彼は始皇帝の実父とする説もあります。史記によると呂不韋は河南省の大商人で、妊娠していた妻を僧正王に譲り、後に生まれた子が秦の始皇帝となったと書かれています。呂不韋の下で呂氏春秋編纂の作業を手伝っていたのが儒家の人々です。儒家は古代中国の思想集団だと言われていますが、儒は儒でユダ民族のことです。儒教における伝統的な徳目の一つに孔という徳目がありますが、ユダヤ教においても孔愛は尊ばれ、モーセの実戒の中にも見ることができます。この他にも儒教とユダヤの共通点については様々な研究がされていますので、参考書籍をご覧ください。明治時代の歴史学者津田宗吉氏は、儒教のルーツがギリシャ哲学であることを指摘しています。儒教とはギリシャ、バクトリアを経由しユダヤ民族が持ち込んだ思想なのかもしれません。史記では紀元前249年始皇帝が呂不韋を宰相にした後処分し、紀元前212年工事を行ったとしています。工事では一部の儒者を生き埋めにしていますが、儒者の中には駅船の専門家としてその後も始皇帝に仕えている者もいます。ある一定のユダヤ民族を迫害し彼らの歴史書を燃やすといった焚書工事が行われたと考えられます。この時に呂氏春秋は残していることから、始皇帝や呂不韋とは別のユダヤ民族の歴史を焼いたのかもしれません。始皇帝はおそらくユダ族のユダヤ人ですが、他の氏族も中国大陸にいたことが確認できます。ここから若和瀬勇氏の研究書籍を引用させていただきます。イスラエルのテルアビブ北部にあるハーレツ川博物館には、中国の解放付近やその他の中国においてユダヤ人たちが集団で住んでいた証拠物を展示している部屋があります。この博物館のパンフレットの著者はドクター・ジェイ・プロイスという人物です。彼はドイツ生まれのユダヤ人の医者で、ナチスを恐れてドイツから上海に移住し、蒋介石一家の医師としてグーセラで、中国が共産主義社会になってからはニューヨークに逃れ1958年に没しています。彼は中国におけるユダヤ人問題に興味を惹かれ研究し、その研究結果を博物館に展示していますので、その内容の大略をご紹介します。まずイスラエルは今から3000年くらい昔のソロモン時代にインド方面まで艦隊を派遣しています。宝物や珍しいものを集めさせていますが、アラビア半島の先端にあるイエーメンのユダヤ人たちはその時に住み着いた民族だといいます。その時代にすでに少数のユダヤ人たちは中国に来ていたといいます。紀元前数百年の昔にユダヤ人たちの捕虜がアッシリア、今のイランに連れ去られた後に、いわゆるシルクロードを通じて中国とユダヤの交易が多く始まっており、周時代にはすでに北京や開封にユダヤ人が行き来していたといいます。というのは河南省からヘブライ語の石碑が発見され、
その石碑は紀元前206年から211年の間に建設されたといいます。古代のキャラバンが使用していた道路脇から発見され、道路標識に相当するような石碑であることから、ユダヤ人の往来は多かったと見ています。また西暦718年の初めに、ホータン王国のダンダンウィリクという場所で見つかったヘブライ文字で書かれた商業返信文からも、その頃にはユダヤ人たちがキャラバンを組んで中国と交易をしていたことが明らかだといいます。スペイン人のアンダルーシアのソリマンという人物は、西暦875年から900年にかけて中国を旅行し、古代中国の大都市にユダヤ人の社会ができていたと報告しています。この小冊子のパンフレットでは、西暦1489年に開封で発見された石碑から宋の時代には70のユダヤ人部族が住んでいたことを明らかにし、1512年発見された石碑からは周時代すでに中国大陸にユダヤ人が居住していたと述べ、3世紀には時のペルシャ王の人種的迫害によってユダヤ人はイランから追放され中国にまで逃れてきたと記されています。開封には数千人以上のユダヤ人が居住しており、立派なシナゴーグも建てられ、建物の前面には日本の神社にあるような獅子の石像が安置されていたといいます。そこにあったシナゴーグの塔羅の一部はアメリカのオハイオ州シンシナティのヘブライ大学に保管してあるそうです。当時ユダヤ人たちの間からは、地方長官や政府の高官の地位についたものや裁判官、医者、文学者も輩出したと書いてあります。ところが西暦1704年の調査によれば、ユダヤ系住民は次の7世のみとなっており、人口は約1000人であったといいます。ここまでが川瀬勇氏の書籍にあった博物館のパンフレットの大略です。このパンフレットの現物は入手することができなかったのですが、内容は事実なのでしょうか。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。ここからはウィキペディア情報で申し訳ないのですが、明代ユダヤ人は皇帝から外戚、公、金、李、長、長の7つの姓を授けられたとあります。これらの姓は本来のユダヤ人の氏族、エズラ、シモン、コーエン、ギルバート、レビ、ジョシュア、ジョナサンをそれぞれ中国風にしたものであると記されています。これらの姓のうちの2つ、石と金は西欧のユダヤ人の姓に多く見られるストーンやゴールドと一致しています。明代のユダヤ人の姓、超派神の始皇帝の姓と同じです。では次に神の始皇帝が行った儀式からユダヤとのつながりを見ていきます。式には、中国の天使は天下を統一すると法然という儀式を行ったとあります。法然書には、太古には天命を受けた帝王で法然をしなかった帝王はいない、随将が現れたのを見ながら泰山に出かけない帝王はいなかった、古書に見える言葉にも、3年の間礼を行わねば礼は必ず荒廃する、3年の間楽を操さねば楽は必ず崩壊するという、世が衰えるとともに立ち消えになってしまい、法然の祭儀は滅びてしまった、その詳細はそれを知る人について聞く機会を得ようもない次第であると記されています。証書や習慣を見ると、祭祀を行う宮殿を半宮と呼んでいることがわかります。春には豊年を祈り氷の溶ける祭りを行い、秋には氷の春祭りをして、冬には神への感謝の祭りをします。その生贄は牛と子牛を一頭ずつ用いるとしたり、春と夏には赤羽を、秋と冬には黒いたてがみの赤羽を生贄に用いるともあります。始皇帝が行った法然の儀式はバール信仰とつながることがわかるのですが、この信仰はユダヤ教とも密接につながっています。日本では光玉元年の9月、干ばつのため村では牛馬を犠牲にして神を祀ったとあります。ここまでは秦の始皇帝とユダヤのつながりについて、アケメネス朝ペルシャのサトラップ行政官制度や大秦国、儒教、祭祀などの視点から見ていきました。秦とユダヤとの関係が分かったところで、ここからは中国大陸から朝鮮半島へ移動したユダヤ人について見ていきます。式の南越列伝には、始皇帝と呂不韋の子孫と思われる人物が登場しています。最高位の管理である上昇という地位についていた旅家一族に関する記述です。旅家は相互の王と代々婚姻関係を持っており、旅家の国内における権威は非常に重く、民心を得ている点では王より勝っていた。王と大坊は旅家が先手を打って返事を起こすのではないかと恐れていたので、終焉を開いて官の使者の牽制を頼みに旅家を中殺しようと図った。旅家はいつもと様子が違うことから直ちに退出すると、
大坊は矛で旅家を突き刺そうとしたが王に止められた。旅家は弟の兵卒の一部を護衛にして家に帰り、後日王と大坊間の使者を攻め殺した。使者を派遣して相互の新王およびその諸軍権に通告したとあります。ここから官軍と南越軍の争いが始まり、旅家は捕らえられます。この時旅家一族と代々婚姻関係を持っていた相互の王長江は官軍がやってきたと聞くと、南越の建礼上と共に自ら李民をまとめて官に服属したとあります。ここで注目したいのが、南越王と相互王が共に始皇帝と同じ長の姓であるということです。旅家は相互軍の新王と婚姻関係があること、旅家は呂不韋と同姓であることなどからも始皇帝と呂不韋親子説の可能性が高くなるのですが、元来南越の王政治隊長であって長は新王の王政なので、南越王は畑王家の一族だったことがわかります。南越列伝には、旅家が官軍に敗れた時数百人と共に海上に逃亡したが官軍の追っ手に捕らえられたとあります。しかし全ての人を捕らえたわけではなく、一部はさらに官の追跡が及ばない地へ逃亡したことが考えられます。この時代官の軍勢から逃れるには海路で逃亡するのではないでしょうか。南越国が滅亡して海路で逃げたと考えられる紀元前111年、この頃の朝鮮半島の様子を見てみます。契丹古伝第18章にはこのようにあります。はじめ五原に先住の民あり、没飛龍角破北原で牧畜し、漁牧古福は西原に結居し、農事大帯は中原に住み、領族も乳母は南原に農耕し、敏郎居は海原で漁漁していたとあります。この中で南原で農耕をしていたという毛母は、相互軍の毛領と馬上といううちにいた農民のことです。つまり朝鮮半島南部に先住民として農耕していた毛母は、かつて相互にいた新王の人民だということになります。また同じ南原にいた苗族も一説には南越にいたと考えられていることから、毛母と何らかの関係があると推測できます。時代は進み、第33章を見ると秦は骨書として祀らず、父祖の高津その州を率いてライキスインコレを畑に置きつきへとなすとあります。秦は骨書として祀らず、つまり秦は滅んだという意味です。父祖というのは始皇帝の長男父祖のことで、その子供の鬱を畑に置いたとあります。畑という地名は前漢地理史に畑とあり、洛朗郡中の一県とあります。洛朗郡とは現在の平壌のことで、月へとは国王に次ぐ髪型のことです。式では真の始皇帝が没した後、始皇帝の長男父祖は自害したとありますが、院を頼って亡命しています。父祖の子供鬱の一族を院は洛朗郡滝において副王としたとあります。動画の最初にもお話ししましたが、この父祖の子供鬱一族の末裔は日本列島に来ています。畑の旗は畑の旗でもあり、渦政の渦は鬱のことです。契丹古伝33章で伊院とは騎士朝鮮のことです。続けて第34章も見ていきます。縁の亡命者満は官に説いていった。院は真の亡命者をかくまっている。私はこれを滅ぼして漢の軍を置きたい。漢は喜んで軍領を与えた。満は吸収して殷の領土を奪い、漢は総海軍を置いて境院を阻止した。殷王は秦に亡命し、親族はこれに従って逃れ、殷国は滅びたとあります。この章では旗の一族は殷王家と共に半島南部の秦漢に亡命したとあり、洛朗軍から半島南部まで南下せざるを得なかった経緯について書かれています。この時宮下文書では殷王は対馬にも逃れたと書いています。そして殷王が対馬に到着した時のことを日本側から口伝で伝承していたのが出雲口伝の富家です。この殷王家の渡来は山口県の綾良義郷遺跡や鳥取県の青谷上寺遺跡から殷府へが出土したのと関係があるのかもしれません。長くなりましたが、日湯道祖論を果たしの切り口から見ていきました。百済から帰化したとされる果たしとは、秦の始皇帝の孫である宇津一族の末裔なのではないかというお話から、朝鮮半島での秦国の末裔は洛朗郡から秦漢へ殷王家と共に南下したことなどを古書から読み解いていきました。さらに中国大陸での秦国は大秦国グレコバクトリアの分国だったというところから、ギリシャと大秦国ユダヤ民族の関係性を見ていきました。秦の始皇帝はユダヤ氏族の中でも南ユダ王国にいたユダ族だったのではないかというお話でした。果たし以外にもユダヤ民族は日本列島に到着していますし、ユダヤになる前のバール信仰の状態で日本に持ち込んだ民族もいます。
これらの民族は日本列島にいた一部の民族の話であり、日本人全体の話ではありません。古代史には膨大な学説があるので、今回の動画はそのうちの一つだと思っていただいて、ぜひ皆さんも調べてみてください。今回参考にした書籍もぜひ読んでみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。